それでは今日はどうもありがとうございました。風吹さんのおかげでとっても助かっちゃいました。まあ男子が一人ぐらいいてもいいかなとは思った。少年 See you tomorrow。 ではでは風吹くん、また明日です。ああ、そうそう。うん、エタモのパンフあんたにあげるわ。これがあれば何か必要なものができた時困らずに買えるでしょ。あんたってチキ慎重な性格みたいだから、慎重な性格の小心者、こういうのがあると何かと安心できるでしょ。そんじゃね。それではいよいよ飼育小屋の修理ですね。みんなで頑張って直しましょう。おーお、おー、直すのはほとんど風吹風太郎になるんでしょうけど。でもでも私たちだってその前段階の声の掃除ぐらいはできるよ。軍手を買ってきましたから、これをつけてください。おお、アミさすがですね。よく気がつきました。昨日エタモでついでに買ってきたの。そうですね、とても綺麗になりました。ピカピカ。さすがにそこまではどうかと思うけど。さあ、それじゃいよいよここから風吹空太郎の出番ね。先生、お願いしやす。そういうわけには。そうですよ、風吹さんにだけ作業をさせて私たちだけ部室で楽をするわけには。はあ、もしかして後ろに立たれると上がっちゃって計算とかできなくなるタイプ。そういうことならみんな中に入りましょ。小心者の風吹空太郎が気が散っちゃって作業できないってさ。少年って気が小さいのね。風吹くん、調子はどうですか？応援してますから頑張ってくださいね。プレープレー、風吹くん。少年 A は奉仕活動に勤しんでいる。しかし彼の犯した罪、そんな
ことでは消えない。彼は罪深い身なのだ。これは重い罪を犯した少年の心に奇跡を綴った真実のドキュメンタリーである。だって私今年の学園祭で出展するドキュメンタリーを撮らないとだし。少年 A、 依然として心を閉ざしたままで、彼の心の闇は深い。優しい後輩の少女にする、ナイフのように尖ったその心の牙を抜けるのだった。彼の心の闇は深い。少年少年、鶏小屋治った？あとどれぐらいで治る？父さん、なんかこうして見ると少年が檻に入れられてるみたいだね。少年 A のケーキは終わらない。罪のすべてを償うその日まで、彼の心が日の光を浴びることはない。檻の中の方が居心地がいいなんて少年らしいわね。さあ、それじゃいい？うん。卵の中の赤ちゃんへ、ピヨコ、ピヨコ。ピヨコたちがいるこっちの世界はとっても楽しいところなので、早く出てきてください。卵から出てきたらピヨコがあなたたちのママです。まひるお姉ちゃんもママです。あみお姉ちゃんもママです。かくお姉ちゃんもママです。パパは二人います。少年と加藤さんです。二人ともなかなか頼りになります。ここは生物部の部室ですが、学校の裏に行けばそこがもう大沼です。大沼に行けばすぐに泳げます。だからすぐに泳ぎを覚えることができます。ピヨコも一緒に泳いじゃダメ？人間が泳ぐにはまだちょっと早いかも。そっか、残念。というわけでピヨコは一緒に泳いであげられませんが、夏になればきっと一緒に泳げると思います。だから早く卵から出てきてください。今日のピヨコのお話はこれで終わりです。誰しも得意分野があるもんね。グッジョブ。これはなかなかに、なかなかだと認めざるを得ないわ。
さ。それじゃあそろそろ帰りましょうか。もうこんな時間です。賛成。もうお腹ペコペコで低血糖で倒れそう。みんな荷物を取ってきて。椅子の国を閉めて職員室に戻してくるね。帰りにさ、駄菓子屋でなんか買おうね。ピヨコ、アイスが食べたい。